文化放送アナウンサーの久保あかりと申します。たくさんの方にお越しいただき大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。横浜赤レンガ倉庫イベント広場ではふるさと祭り in 横浜赤レンガを開催しています。お祭りステージもお送りいたしますし、あと日本各地のグルメを味わえるキッチンカー、射的、輪投げ、スーパーボールすくいができる縁日屋台など、ご家族みんなで楽しんでいただける催しを開催中です。ただいまより東京高円寺阿波踊りのステージをお届けいたします。ジャパニーズトラディショナルダンス阿波踊りですね。エネルギッシュでパワフルな演技をお届けします。それでは東京高円寺阿波踊りのステージを盛り上げてくださる高円寺阿波踊り連協会合同連の皆さんのメッセージをご紹介いたします。東京の高円寺からやってまいりました高円寺阿波踊り合同連です。徳島の伝統芸能阿波踊りの志を追い続け、今年で65回目を迎えました。高円寺の連は徳島の有名連と数多くの交流を持ち、日々努力を続けております。本日は高円寺阿波踊り連合会所属の30連ある中から選抜メンバーで参加しております。高円寺でも普段見ることができない合同パフォーマンスをご覧ください。それでは高円寺阿波踊り連協会合同連の皆さん、よろしくお願いいたします。Yeah.
ございました。はい、こんにちは。東京高円寺阿波踊り連休会でございます。ありがとう、雨の中ありがとうございます。阿波踊りは、徳島で400年前に、生まれまして、東京高円寺では、65年前町おこしとして生まれ、今や、100万人の、見学者が来るという大きな祭りとなっております。今日は、高円寺合同連に所属する、高円寺連協会に所属する、30チームの中から、合同連としてふるさと祭りに参加させていただきました。ありがとうございます。まずは、阿波踊りの特徴の一つである、鳴り物のご紹介させていただこうと思います。その場でいいですかね。はい、鳴り物と呼ばれる楽器隊がですね、和楽器を生で演奏しておりますので、一つずつちょっとご紹介させていただければと思います。あ、じゃあ踊り子の皆さんは大丈夫です。何が大事？頑張れ教官。ありがとうございます。まずは、笛ですね。笛のご紹介させていただきます。忍笛と呼ばれる竹の笛を用いて、メロディーを奏でます。ではよろしくお願いします。高音でとっても綺麗な音色です。この夏の楽しさとか、夏が終わってしまう悲しさとかをこうメロディーで表現していただいております。まるで森山直太朗みたいですよね。皆さんこう見づらいと思いますが、雨が降っているのでテントの中でやっております。すいません。次は三味線をご紹介です。日本の伝統芸能といえば、の楽器といえば三味線ってことなんですけども、メロディーを奏でたりベースラインになったりとこうバラエティ豊かな、演奏です。ぜひお願いします。暑い夏もですね、この音を聞くとちょっと涼しくなるような、そのような、三味線の音でございます。では次は締め太鼓です。締め太鼓はこう軽やかな、音でですね、こう踊りにこうリズムを加えてくれます。ではお願いします。音です、はい、次は大太鼓。大太鼓いきます。大太鼓はもうこの大きい太鼓なんですけど10キロぐらいあるんですけども、重たい音でですね、こうしっかり支え、全ての音を支えてくれるような音です。お願いします。雷様を怒らせそうですよね。
こう身も心もうずいてこううずくようなねこうグーッとくるような音です。じゃあ最後に鐘の紹介です。鐘は、オーケストラでいうと指揮者のような役割で、強さとか、速さとかテンポとかを、全て担っています。ではよろしくお願いします。来たじゃん。ありがとうございます。ではこの鐘を入れて鳴り物の皆さんで演奏するとこのような音になります。お願いします。